はい、どうも、銀南と申します。探偵神宮寺三郎赤い蝶、今回で7回目です。2章の途中からです。正臣の事務所前はマスコミたちで騒がしかった。今朝よりも騒がしいくらいだが、おい、昨夜の事件、犯人は赤い蝶だってよ。え、赤い蝶って、嘘だろ、檜山が生きていたのか。正臣の事務所にかかってきた電話のことが公表されたのだろうか。俺はマスコミの様子はさして気に留めず事務所に入ろうとした。だが赤い蝶からの犯行声明文がうちの局に届いたってよ。本当か、うちにも届いたって話だ。うちにもだ。犯行声明文、どうする、見る。何を見る、マスコミ。俺は騒ぐマスコミたちを見つめた。佐伯正臣事務所にも同じ声明文が届いているらしい。佐伯正臣の行き先わかるか、コメント取るぞ。慌ただしく走り去る者、その場で連絡を取り合う者、さまざまな者たちが入り乱れ、辺りは騒然としていた。その中には志賀の姿もあった。なんでこんなデコをアピールすんだ。赤い蝶ね、これは正義の鉄槌が下ったか。正義の鉄槌、俺は志賀を振り返ったが、その時には志賀はもう立ち去っていた。なんだ正義の鉄槌というのは。どうする、移動します。どこに行く、中に入ります。正臣の事務所にも犯行声明文が届いたという話だったな。確認させてもらおう。俺は焦る気持ちを抑えて事務所の中に入った。焦るなのかな、わからんけど。あ、神宮寺さん。事務所には咲の姿があった。どうする、話す。誰と話す、上田咲。犯行声明文が届いたと聞いたんだが。ええ、さっき郵便で。中身は見たのか。はい、カオルさんがご覧になっていた時に一緒に。今カオルさんは佐伯先生の外出先に向かわれました。その時はマスコミが犯行声明が届いたって騒ぎ立てる前だったのがせめてもの救いです。そうか。あ、カオルさんから神宮寺さんにも犯行声明文をお見せするようことづかっています。なんでも神宮寺さんは探偵でこの事件を調べてらっしゃるとか。ああ、さっき言っていた通り、カオルは俺の素性をさっきたち事務所の人間に明かしたようだ。指紋はつけちゃいけないんでしたっけ。手袋。はい、どうぞ。さっきは手袋と一緒に一通の封筒を差し出してきた。どうする、見る。何を見る、手紙。よく見るタイプの白封筒だ。俺は手袋をはめるとさっきから手紙を受け取った。封筒の中には便箋が1枚入っており、そこには印字された文字が整然と並んでいた。11月10日、赤い蝶は佐伯正臣と語る会会場で爆破を決行した。蝶の求めに応じずにいたその報いとして、犯行声明文には昨夜の犯行の告白とともに一つの要求が書かれていた。赤い蝶は幾度でも求める、真実を告白せよ。
望みが叶うその時まで蝶は羽ばたき続ける。どうする？じゃあ推理します。赤い蝶からの犯行声明文、これは何を意味するのだろうか。一つ一つ考えていこう。まず最後にあった蝶は羽ばたき続けるだ。その文が意味するところは、羽ばたき続けるの意味するところは反抗を続ける、反抗を続けるという意味だろう。赤い蝶は今後も昨夜のような反抗を続けるつもりでいる。その要求が叶う時まで。赤い蝶が要求していることは、赤い蝶の要求は真実の告白。真実を告白せよと書かれている通りだろう。真実が何を意味しているのかはわからないが、赤い蝶、そう名乗る者はパーティーの前に正臣の事務所に電話をかけてきている。その電話と今回の犯行声明文の内容に違いは、電話と犯行声明文の内容に違いはある？違いはある。内容に違いがある。大きく食い違っていると言える部分は、電話と犯行声明文の内容で食い違っている部分は要求内容。食い違っているのは要求内容だ。電話で犯人が求めたのはパーティーを中止しろだったはずだ。真実を告白せよ。少なくとも正臣はそんなことを言っていなかった。幾度でも求めるという言葉からすると、犯人が要求を変えたとも考えづらい。電話をかけてきた人物とこの電話を送ってきた人物は同じ人物なのか、それとも正臣の話は電話の内容のすべてではなかったのか。どうする？じゃあ話します。誰と話す？上田咲、その人差し指は何？赤い蝶って本当なんでしょうか？圭一さんが昨夜の事件を起こしたなんて信じられません。咲は独り言のようにつぶやいた。今日の佐伯議員たちの予定はわかるか？今日はここには戻らないと聞いています。懇談会や会議で忙しいそうで。そうか。正臣には犯行声明文のことについてできればすぐにでも話を聞きたい。なんとか捕まえられないだろうか。どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。では俺はこれで。ええ、調査の方よろしくお願いしますね。俺は先に見送られて事務所を出た。事務所前には相変わらずマスコミがいた。どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。佐伯宅。正臣の自宅前にもマスコミの姿があった。こっちにまで押し寄せてきたか。どうする？移動します。どこに行く？中に入ります。俺は玄関前にいるマスコミをかき分けインターフォンをした。神宮寺さん？インターフォンからは涼子の声が聞こえてきた。そこマスコミがすごいでしょ。どうぞ中に入って。モニター越しに状況は分かっているらしく、涼子はそう促してきた。わかりました、お邪魔します。
俺はマスコミを振り切るように急いで家の中に入った。いらっしゃい。大丈夫だった？涼子は心配そうに俺を出迎えた。ええ、私の方は。そちらは大丈夫でしたか？私、さっきコメント求められちゃったわ。犯行声明文が届いたことに何か一言ですって。涼子は困ったように苦笑してからため息をついた。そんなこと聞かれたってね。どうする？話す。誰と話す？佐伯、涼子。涼子は不安そうにつぶやいた。本当に大変なことになったわよね。どうなるのかしら、これから。今、警察が犯人逮捕のために捜査しています。私も微力ながら協力するつもりです。ありがとう、頼もしいわ。ところで、神宮寺さんはどういうご用件で？あの人なら今は出かけているけれど。お帰りは何時頃になりそうですか？さあ、でもそんなに遅くならないって言っていたわよ。よかったらお茶でも飲んで待っている？お茶菓子もあるのよ。どうする？じゃあここで待ちます。ではお言葉に甘えてここで待たせていただきます。本当？じゃあお茶を用意するわね。涼子は顔をパッと明るくするとキッチンへ向かった。正臣が帰ってくるまで涼子と話しているか。そうして俺はしばしの間涼子と共に正臣たちの帰りを待った。涼子からは特にこれという情報は得られず、話は自然と雑談めいたものになっていた。それでね、あの人ったら。涼子の話が正臣との結婚の馴れ初めに及んだ頃、玄関からドアの開く音がした。ただいま。おや？神宮寺さん。正臣たちはリビングにいる俺の姿を少し意外そうに見た。どうする？話す。誰と話す？佐伯、正臣。すみません、少し帰りを待たせていただきました。そうでしたか。あなたたちが遅いものだから、ずいぶん長いこと話し相手になってもらっちゃったわ。妙なことは話してないだろうな。大丈夫よね。ええ、正臣からのプロポーズの話など聞いたが、それでうちにはどんなご用件で？ええ、まずは今日の調査の報告をさせていただきます。俺は正臣に仕掛けられた爆弾が鑑識の結果、搭乗産業爆破実験の時と同じ爆薬が使用されていたことなどを伝えた。そうですか、あの事件の時と同じ爆薬が。犯人は本当に檜山圭一なのでしょうか。薫は不安そうにつぶやいた。そういえば、事務所に届いた犯行声明文はご覧になりましたか？ええ、確認させていただきました。それでその内容に関してお尋ねしたいことがあるのですが。俺が正臣に向き合うと、正臣はかすかに身構えるような体勢をとった。何を話す？犯行声明文のこと。佐伯議員は犯行声明文の内容をご存知ですか？ええ、薫から教えられました。何でもマスコミにも届けられたとか、出先で記者たちに取り囲まれましたよ。
こんな真似をして犯人は何を考えているのか。ええ、そもそも犯行声明文を送ってきた人間は電話をかけてきた人間と同じ人物なのでしょうか。どちらも同じ赤い蝶を名乗っていましたが、しかし犯行声明文では真実を告白せよと要求していました。電話の方では確か、何を話す？スクープのこと。20年前のスクープのことについて聞かせていただけますか。佐伯議員は警察に檜山に関する情報提供を行ったそうですが。ええ、まあそういった情報はどこから。それは明かせません、守秘義務がありますから。口調こそ丁寧だったが正臣は固くなに断った。これはそう簡単に教えてもらえそうにないな。何を話す？犯人の電話。電話の方では犯人はパーティーを中止しろとだけ言ってきたそうですが。佐伯議員、俺が声をかけると正臣は重く口を開いた。すみません、少し自信がなくなってきました。電話を受けた時は動揺していたので忘れたこともあるかもしれません。もしそうだとしたら申し訳ありません。どうしてそんなことを今さら言い始める。正臣は今までそんなことは言っていなかった。犯人はパーティーを中止しろとだけ言ったと、そう明言さえしたというのに。お役に立てず本当に申し訳ありません。会話が途切れると正臣は俺にそう頭を下げてきた。電話の内容については思い出したらお伝えしますので。わかりました、お願いします。どうする？じゃあもう帰ろう、移動。どこに行く？外に出ます。仕方ない、退散するか。遅くまですみませんでした、失礼します。俺が玄関に向かうとカオルが後からついてきた。お見送りします。俺はカオルと共に佐伯家の玄関を出た。あたりにマスコミの姿はすでになかった。マスコミも今日は仕事じまいか。カオルは何か言いたげに俺の前に立っていた。どうする？話す。誰と話す？佐伯カオル。佐伯議員のことですか。俺が声を潜めて尋ねるとカオルは小さくうなずいた。どう思われましたか、父の言っていたこと。率直に言えば、俺はカオルに思い切って胸の内を明かすことにした。最初の電話に関する話が疑わしく思えてきました。佐伯議員が私たちに話したことは本当だったのかと。そうですか。どうやらカオルも正臣に対して俺と同じ疑いを持ったようだ。でも仮に父の話が仮に嘘だったとして、どうしてそんなことを。そんなことを言う理由がわかりません。理由か。そもそも正臣が電話のことをカオルに打ち明けた経緯についてはいろいろあったようだ。
少し考えをまとめてみよう。どうする？じゃあまた人の前で考えます。整理するか。整理します。赤い町からの電話に関する流れを一旦整理しよう。まずはじめに、はじめにあったことは、正臣が電話を取った。その次、2番目にあったことは、2番目にあったことは、正臣が尾崎に話した。その次、3番目にあったことは、3番目にあったことは、薫が立ち聞きした。そして最後、4番目にあったことは、4番目にあったことは、正臣が薫に話した。まず、正臣が事務所での電話を取り、それを尾崎に話した。そして、その会話を薫が立ち聞きした。薫はその会話について追求したことで、正臣はようやく電話のことを薫に打ち明けたという話だ。どうする？話す。誰と話す？佐伯薫。俺は電話に関する流れについて薫に確認を取った。ええ、それで間違いありません。その後、私が神宮寺さんに調査を依頼することにしたんです。佐伯議員の様子を心配されたそうですね。ええ、あの頃から父の様子がおかしくなったので。あの時なんて尾崎さんと言い争っていましたし。言い争って？あ、いえ、そんな風に聞こえただけというだけなんですが、よければ詳しく話していただけませんか？考えてる。薫は少し戸惑う様子を見せたが、やがて声を潜めて俺に言った。父と尾崎さんの会話を立ち聞きした時のことなんですが、二人の間にはパーティーの中止や赤い蝶といった言葉が飛び交っていました。途中から尾崎さんが父をなだめて話は収まったようですが、父の口調がいつもより随分と厳しかったので少し驚きました。それで佐伯議員に会話の内容を確認されたんですか？ええ、そしたら赤い蝶を名乗る者から電話があったと教えられて、犯人から連絡があったことはおそらく事実だろう。その件で正臣と尾崎は話をしていた。しかし、正臣が薫に話した内容は事実なのだろうか？俺には電話の内容が尾崎と言い争うほどのものだとは思えない。やはり、電話に関する話には何かしらの嘘が含まれているのではないだろうか？薫には立ち聞きされた内容と矛盾しないことをその場ででっち上げて話した。そういった可能性はないだろうか。誰と話す？佐伯薫。神宮寺さん、電話のことについては私から父に改めて確認してみます。薫は不安そうにしながらもそう勝手出てきた。わかりました、よろしくお願いします。ひとまずこの件については薫に任せよう。どうする？じゃあ移動します。では遅くまでありがとうございました。いえ、明日もうちの事務所に来ていただけますか？わかりました、伺います。薫は俺に頭を下げると家の中に戻っていった。俺も帰るか。俺は歌舞伎町の自分の事務所に向かって夜の新宿を歩いた。
その途中、通りすがりの人々の口からちらほらと赤い蝶という言葉が聞こえた。20年ぶりに現れたテロリストは、あっという間に人々の関心をさらったようだ。俺はそれをかすかに忌々しく思った。おかえりなさい、先生。事務所に入ると、いつものように陽子くんが出迎えてくれた。今日は遅かったんですね。ああ、すまない。佐伯議員のところで話し込んでしまってな。お疲れのようですね。コーヒーはいかがですか？いただくよ。はい。陽子くんがキッチンに向かってから少しすると、コーヒーのいい香りが部屋に漂った。俺は陽子くんの入れてくれたコーヒーを口にし、ようやくほっと息をついた。どうする？話す。誰と話す？陽子。陽子くんは俺が一息ついたのを見計らってから言った。先生、今朝指示をいただいた通り、ホテルの調査を行ってきました。ああ、どうだった？はい、結論から言いますと、犯人が会場に爆弾を仕掛けることは、時間的には十分可能でした。10階の業務用エレベーター前から非常階段を使って会場に入るのに、ゆっくり歩いても5分とかかりません。そうか。警察は犯人の男がエレベーターに爆弾を仕掛けた後、10階の非常階段に向かうところまでは防犯カメラで確認したそうだ。私は今日の調査で防犯カメラの位置と警備員の巡回ルートを確認してきたんですが、非常階段に入れば会場まで防犯カメラに映らず、そして警備員にも見つからずに、10階から会場のある11階に移動することは可能だったと思います。あとは会場の出入りの時に見つかりさえしなければ、会場に爆弾を仕掛けることは可能か。誰と話す？陽子。陽子くんは思い出したように俺に言った。そういえば、犯人から犯行声明文が届いたことはご存知ですか？先ほどニュースでやっていましたが。ああ、やはりもう報道されているんだな。ええ、今はどの局もトップニュースで犯行声明文を公開しています。トップニュースか。マスコミもネタに事欠かず、さぞかし喜んでいることだろう。しかし、マスコミ各社に犯行声明文を送りつけるなど、まさに劇場型犯罪だ。犯人は何を目的にこんなことをしているのだろう。どうする？じゃあ見よう、見る。何を見る？テレビ。俺は事務所のテレビをつけた。ニュースにチャンネルを合わせると、ちょうど犯行声明文について報じているところだった。マスコミに送られてきた封筒には2枚の便箋が入っていたようだ。1枚は俺がすでに見た文面と全く同じ内容だった。もう1枚の方には、今後マスコミは関係者の言葉を誠実に報道するようにという犯人からの要求が書かれていた。関係者の言葉を誠実に報道か。犯人が正臣たちをマスコミの前に晒したいと思っていることは間違いなさそうだ。それは何らかの目的のためか、あるいは単なる悪意からなのか。続けて画面には20年前の東条産業爆破事件で赤井長がマスコミに送った犯行声明文が映し出された。20年前の犯行声明文は、
ワープロで印字されたもので、今回送られてきたものと同じ調子の文章が書かれていた。犯行声明文に関する人取りの説明が終わると、画面はキャスターたちに切り替わった。赤い蝶とは、檜山圭一が東上産業爆破事件の時に使った名前ですが、果たして今回の爆破事件も檜山圭一の手によるものなのでしょうか。だとしたら、なぜ佐伯議員が狙われたのでしょう。佐伯議員といえば、ジャーナリスト時代に檜山圭一を擁護する論調の記事を書いたことで有名ですが、佐伯議員も今や国会議員でいわば権力側ですからね。そこに犯人の動機が潜んでいるのかもしれません。どういうことだ。俺はテレビで繰り広げられるキャスターとコメンテーターの会話に首をかしげた。今回の事件、どうもテロだと思われているようです。犯人が赤い蝶を名乗ったからか。ええ、檜山圭一には反権力の正義感の強い人間というイメージがありますから、今回の犯行も何らかの主張に基づくものではないかと。主張か。真実を告白せよ、その言葉にどんな意味が込められているのかはまだ俺には推測すらできない。一体真実とは何なのか。なぜ犯人はそれをこんな形で求めるのだろうか。11月12日、神宮寺探偵事務所。翌日もテレビや新聞では昨夜のニュースを繰り返し報道していた。どこのメディアも今回の事件は爆破テロだという見方を強めていた。各局各紙はとりわけパーティーに注目し、その出席者などを取り沙汰していた。パーティーに企業関係者が来ていたことには厳しい目が向けられているな。それに関連づけて正美は企業と癒着している、政策は利権作りのために進めているという噂がある。そんなどこかで聞いたような話もあった。しかしどこも犯人の動機については踏み込んだことを言っておらず、曖昧な推測ばかりを打ち立てていた。おはようございます先生。俺が手当たり次第に集めた新聞を読んでいると、横くんが出社してきた。あら、すごいですね。横くんはあたりに散乱した新聞に目を丸くした。目についたものをかき集めてきた。だがどれも空振りだ。これという情報はない。私もネットでニュースを追っていましたが、信憑性に乏しい情報しか見つかりませんでした。妙な憶測ばかりが飛び交っていて嫌な感じです。陽子くんは正臣たちを案じるようにつぶやき、机にバッグを置いた。どうする、話す。誰と話す。陽子。陽子くんは俺に向き直って尋ねてきた。先生、今日の調査はどうなさいますか。そうだな、物証の面から犯人を探すことは警察がやってくれているだろう。俺の方では動機の面から犯人を絞れないだろうか。そのためにも正臣から話を聞き出したいが、まずは薫を当たろう。昨夜から何か進展があったかもしれない。俺はこれから佐伯議員の事務所に行ってくるよ。わかりました。では私は事務所にいますが、何かあったらご連絡ください。
どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。じゃあ行ってくるよ。はい、行ってらっしゃい先生。俺は洋国に見送られて事務所を出た。さて、どうする？移動します。どこに行く？他の場所へ。佐伯正臣事務所。今日も佐伯正臣事務所の前にはマスコミがたかっていた。精が出ることだ。どうする？移動します。どこに行く？中に入ります。俺はコメントを求めてこようとするマスコミを無視して事務所の中に入った。事務所にはサキとリホの姿があった。二人は一緒にパソコンの画面を覗き込んでいた。すごい書き込み、こんなに荒れてるなんて。そうなの、もう昨日からずっとこんな調子で。さっきは画面を見ながらうんざりしたようにため息をついていた。どうする？見る。何を見る？パソコン。俺はさっきたちの背後から二人が見ているパソコンを覗き込んだ。蝶の集い掲示板。なんか怪しい色だな。画面には一層目立つ文字でそんな言葉が書かれていた。これは一体、この掲示板は檜山ファンサイト。詐欺が運営しているという檜山圭一のファンサイトか。その掲示板には俺にはわからない絵文字や言葉が乱舞していた。しかしどことなく不穏な空気が漂っていることは感じ取れた。あ、その時サキが俺を振り返ってきた。キャー。その瞬間、こっちが驚くような声を出してサキはパソコンに張り付いた。見ました？ああ、これは君が運営している。あ、はい、すいません、こんな時にサイトチェックなんかしてて。私も仕事中にツイッター見てるから大丈夫だよ。あ、いつもはこんなことしてませんから。仕事中にサイトいじったりとかそんなことは全然。ええ、サキさんはお仕事にはとっても真面目ですから。何フォローしてるよ。リホちゃん、ナイスフォロー。ふふ。サキとリホはいかにも仲が良さそうなやりとりを交わした。よく二人でこうしているのだろうか。年も近いようだし気が合うのだろう。まあ会社にね、仲がいい人がいるってことはいいことだよね。どうする？話す。誰と話す？上田サキ。それで君のサイトが荒れているというのは？聞かれていましたか。実は今回の事件でうちの掲示板サイトにアンチがすごく湧いてて。アンチ？圭一さんが嫌いっていう人たちです。その人たちが今うちの掲示板に圭一さんやファンのみんなの悪口を書き散らしていて、それに怒ったファンが反撃するものだからもうめちゃくちゃな状態になってしまってるんですよ。つまり掲示板で喧嘩が起こっているということだな。ファンにアンチか、まるでタレントの話でも聞いているかのようだな。何を話す？アンチの意見。アンチはこんな犯罪者のファンサイトがあるから今回の事件が起きたんだって言ってます。
前々からテロリストを信奉するなっていう書き込みはあったんですが。なるほど、確かに檜山は犯罪を犯した人間だ。そのファンであることを非難する人間がいてもおかしくはない。でもアンチの言うことはかなりひどいんですよ。中には信奉者は全員爆殺するなんて過激なものもありましたし、それは穏やかじゃないな。そこまで檜山ファンを毛嫌いしているのだろうか。何を話す？ファンの意見。ファンの間では今回の事件に関していろいろな意見が飛び交っています。中には妙なことを言う人もいて、今回の事件は佐伯先生の正義の鉄槌なんじゃないかなんて。正義の鉄槌？犯行は何かの不正を正すことが目的なんじゃないかと。ファンの中には圭一さんのことを正義の味方っぽく捉えてる人もいますから、その佐伯先生が何か悪いことをしたから圭一さんが制裁を下したんじゃないかと。正義の味方が振るう拳は正義の鉄槌というわけかみたいです。檜山が正義ならそれに襲われる正臣は悪。実に単純な考えではあるな。冗談にしたってひどいですよ。佐伯先生にそんな疑いかけるなんて。佐伯先生がどれだけ真面目で立派な人なのか分かってないんです。さきは口調に怒りをにじました。確かに大した根拠もなくそんなこと言われてはたまったものではないだろう。しかし正義の鉄槌か。そういえば昨日も同じことを言っていた人間がいたが、あれは昨日正義の鉄槌と言っていた人間は志賀明。志賀もそんな言葉をつぶやいていた。あの男も根拠なくそんなことを言ったのだろうか。あら神宮寺さん。その時カオルが事務所にやってきた。どうする？話す。誰と話す？佐伯カオル。おはようございます。お待たせしてしまいましたか？いえ、まだ来たばかりです。ならいいのですが。あら、リホちゃん、こんにちは。リホはカオルにペコリと頭を下げると紙袋を差し出した。これ会長から今回の調査データです。ああ、ありがとう。尾崎さんにお礼を言っといてもらえる？はい。では私はこれで。どうもお邪魔しました。リホは俺たちに頭を下げると事務所を出て行った。調査データというのは、緑地会が行っている水質や土壌の汚染状況などについて調査したデータです。いつもいただいてるんですよ。何かに必要なものなのですか？ええ、こういったデータをもとに父は政策を立てているんです。実情を知るのに調査は欠かせませんから、それを担ってくださっている尾崎さんには頭が上がりません。なるほど、そういう形でも尾崎は正臣を支援しているんだな。誰と話す？佐伯香織。神宮寺さん、あれから電話のことについて父に尋ねたんですが。カオルは浮かない顔で声を潜めた。父からは少し待ってほしいと、
それだけ言われました。そうですか。カオルが聞いても正臣は答えないか。しかしその口ぶりからすると、忘れたという正臣の言葉はやはり嘘なのかもしれない。電話に関する話は嘘か、あるいは何らかの事実が伏せられている、その可能性が高そうだ。だがなぜ隠すのか。そこにこそ犯人の動機が潜んでいるかもしれないというのに。正臣が話さない以上、今は正臣以外の線を当たることを考えた方がいいか。カオルに話を聞こう。何を話す？尾崎のこと。尾崎さんなら電話のことについて詳しくご存知かもしれませんね。そうですね、父から教えられているかもしれません。でも父が話さないことを尾崎さんに聞くというのは。確かにな。それに尾崎と正臣はこの件に関して示し合わせて口をつぐんでいる節がある。尾崎を問いただしても答えないかもしれない。何を話す？志賀のこと。志賀という記者がしつこくなったのは最近だそうですね。ええ、もともと父の後輩ということで取材に来ることが多かったんですが。佐伯議員の後輩？父が昔いた新聞社のです。同じ政治部で、といってもいた年代は違いますが。カオルはそう言って大手新聞社の名前を挙げた。そこの政治部か、ずいぶんとエリートだったんだな。でも最近は父が利権のために動いているなどと根の葉 もない記事を書いてきて。あの記事のせいですよ、父が今回の事件で妙な疑いを持たれているのは。カオルは口調に怒りをにじませた。前はあんな記事注目もされなかったのに。今回の事件が起きたことで取り沙汰され出したようだな。しかし志賀は何を根拠にそんな記事を書いたのだろう。そして何を根拠にしつこく取材を続けているのか。ひとまずこんなところか。これからどうすればいいか少し見えてきたような気がするな。どうする？移動します。どこに行く？外に出ます。では私は引き続き事件の調査を進めます。ええ、よろしくお願いします。俺はカオルに見送られて佐伯正臣事務所を出た。事務所前には相変わらずマスコミがいた。どうする？はい、じゃあ今回はここまでにします。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。